フリードリヒ2世は中世西欧のローマ皇帝。シチリア王、イタリア王、ローマ王、エルサレム王でもある。法塩主タウフェン朝第3代ローマ皇帝、第2代シチリア王、第5代ローマ王。イタリア史関係では、イタリア名のフェデリーコ2世で呼ばれることが多い。西欧の封建社会に君臨した、事実上最後の皇帝。学問と芸術を好み、 時代に先駆けた近代的君主としての振る舞いから、スイスの歴史家、ヤーコップブルカハルトは、フリードリヒ2世を王座上の最初の近代人と評した。中世で最も進歩的な君主と評価され、同時代に書かれた年代記では、世界の脅威と称賛された。普段の食事は質素であり、飲酒も控えていたが、彼が開いた宴会は豪勢なものであり。 ルネサンス時代を先取りしたとも思える、宮廷生活を送っていた。フリードリヒの要望について、同時代のヨーロッパの人間は皆称賛していた。またその知性は、イスラム教国アイユブ長の君主アルカーミルを魅了した。一方、早く生まれすぎた彼は、教皇庁や北イタリアの都市国家と対立し、ローマ教皇から2回の波紋を受けた。 知性をイタリア統一のために費やしたが、教皇庁と都市国家の抵抗によって悲願を達することなく没した。また、イタリアに重点を置いた彼の施策は帝国に混乱をもたらした。フリードリヒの死後、帝国が再び皇帝を得るのはハインリヒ七世が即位する約60年後のことである。フリードリヒ二世の誕生百九十四年十二月十六日に、 フリードリヒ2世は、イタリア中部の町イエージで、皇帝ハインリヒ6世とシチリア王女、コンスタンツェの間に生まれる。出産の際にイエージの広場には、天幕が張られ、その中で、コスタンツァは、血統の証人となる、町の貴婦人たちに見守られながら、フリードリヒを生み落とした。生後3ヶ月目にフリードリヒは、足地で洗礼を受け、ロゲリウス・フリデリクスの洗礼名を与えられる。 この名は、父方の祖父フリードリヒ一世と母方の祖父であるシチリア王国の建国者ルッツェーロ二世の両方の名前にあやかったものである。さらに先例名と共にコンスタンティヌスという名前を与えられた伝承も存在するが、真意は不明である。父ハインリヒはコスタンツァと結婚したことで定位に加えてシチリア王位も手に入れ、地中海から ゲルマン海に至る広大な領土を有していた。1197年に、ハインリヒが遠征中に病没すると、帝国の支配権を欲するフリードリヒの、オジシバーベンコーフィリップと、シチリア支配を望むパレルモの帝神である、ラベンナコマルク・バルトがフリードリヒを9月に据えようと、する。ハインリヒの遺言で、フリードリヒの摂政を務めていたコスタンツアは二人に対抗するため、 教皇インノケンティウス三世を頼った。インノケンティウスはフィリップのローマを選出、ローマ教皇のシチリア王国に対する総資権の承認を条件に出し、1198年5月17日にフリードリヒにシチリア王位が退官される。1198年11月27日に摂政を務めていたコンスタンツェが没すると孤児となったフリードリヒは、 インノケンティウスの貢献を受けることになる。フリードリヒが生まれた当時のシチリア島は、ノルマン人王朝を建国前から根付いていたイスラム文化とビザンティン文化、ラテン文化が融合しており、独特の文化を生み出していた。インノケンティウス3世は、フリードリヒのもとに、高位聖職者からなる家庭教師を兼ねた執権団を派遣するが、執権団が到着したとき、 4歳のフリードリヒはすでにラテン語を習得しており、歴史と哲学の書籍を読み始めていた。幼少のフリードリヒは自分を利用しようとする周りの党派に翻弄され、1202年から1206年の間にはマルクバルトの人質にもされた。人質生活の中では必需品にも書き、同情したパレルモの市民たちはフリードリヒに食料を分け与えた。 フリードリヒは、パレルモの文化の影響を受けて成長し、ラテン語、ギリシア語、アラビア語などの6つの言語を習得し、科学に強い関心を示すようになった。また、フリードリヒは、肉体面においても、馬術、僧術、狩猟で優れた才能を示した。一方、帝国北部では、シュバーベン公フィリップを支持する派閥とベルフ家の夫を、ローマ王に押す派閥に分裂しており、 それぞれの派閥に属する諸侯が互いに争っていた。1208年にフィリップが暗殺されると、インノケンティウス3世の働きかけを受けた諸侯は11月に、オットーをローマ王に選出した。1209年に青年を迎えたフリードリヒは10歳年上のアラゴン王国の王女、コスタンツァと婚約し、シチリア王位を望む意思を表明した。コスタンツァは、女官、銀遊詩人、 騎士団と共にパレルモに入場し、フリードリヒは彼女からプロバンス氏と宣伝された宮廷生活を教わった。この年フリードリヒが青年に達したため、インノケンティウス三世は後見人の地位から降りなければならなかったが、フリードリヒがローマ王位を継ぐことを恐れたインノケンティウス三世は、オットーの戴冠式を強行し、オットーが定位についた。ルチェラの塞な、 オットーの即位に、ホーエンシュタウフェン家が反発したために、ホーエンシュタウフェン家とベルフ家の対立が再発し、帝国に内乱が起きる。オットーはイタリアに矛先を向けて、強行領とシチリアに侵攻し、インロケンティウス三世は報復として、彼を破門、帝国の反乱を扇動した。この処分を受けて1211年に、諸侯は、ニュルンベルクで、 夫のハイイとフリードリヒのローマ王選出を決定し、フリードリヒには帝国北部へ向かうよう要請した。フリードリヒはその前にインノケンテウス三世が出した教皇の創始権の再確認、生まれたばかりの子ハインリヒへのシチリア王上位という条件をのみ、1212 12年にアルプスを超えた。後年フリードリヒは、この激動が続いた時期を神によって、 奇跡的にもたらされたものだと10回した。12月5日にフランクフルトでフランス王フィリップ2世と教皇の使者が見届ける中でフリードリヒはローマ王に選出され12月9日にマインツで退官した。フリードリヒはフランスからの援助を受け諸侯に対しては特許状を発行して支持を集めて臨職な性格の夫に対抗した。 1214年のブービーヌの戦いでの敗北で、オットーの没落は決定的になり、フリードリヒは名実ともにローマ王として認められた。1215年にフリードリヒはアーヘン大聖堂でローマ王に正式に退官され、十字軍の遠征に赴くことを制約した。フリードリヒの宣言に満足したインノケンティウス三世はハインリヒが、 帝国に移ることを認め、翌1216年に没した。帝国滞在中、フリードリヒは、エルザス、ラインカハン、ボルムスのシュパイアーに滞在し、諸公に積極的に干渉しようとはしなかった。フリードリヒは、帝国の統治において、ハインリヒ六世没後に諸公が獲得した特権を1213年と1220年の二度に渡って承認し、 生俗療法から支持を獲得した。1220年にフリードリヒはハインリヒを共同統治者としてローマ王の地位に置き、ハインリヒとコモンダ団に帝国の支配を委ねてパレルモに戻った。フリードリヒは新教皇ホノリウス三世から十字軍の実行と引き換えに定位を認められ、荒れ果てたシチリアの統治に取り掛かった。シチリアでは、 帝国とは逆に強権的な政策を敷き、グリエルも二世の死後に、シチリアの都市と貴族に与えられていた特権を廃した。貴族のよる城塞は破壊されて新たに皇帝直轄の城が建設され、自治都市には皇帝直属の行政官が派遣された。フリードリヒに反抗して自治を貫こうとしたメッシーナは、弾圧を受け、教会にも帝国の介入が及んだ。また、 フリードリヒの軍はシチリア南部で山賊行為をしていたイスラム教徒を討伐し、1万人のイスラム教徒を捕らえた。フリードリヒは捕らえたイスラム教徒を新たに建設した都市ルチェーラに移住させ、彼らに自治を許した。フリードリヒに感謝したルチェーラの住民は軍事的協力を約束し、彼らは後にフリードリヒの指揮下で強硬派と戦うことになる。 1224年には、官僚の養成機関として、法学と修辞学を教授するナポリ大学が創立された。バルトブルク城内に描かれた第6回十字軍のモザイクが赤いマントと神聖ローマ皇帝の定冠を着用しているのがフリードリヒ2世。その隣の冠をかぶった人物は、中林元ハクルートビヒ4世。フリードリヒ2世と、 アルカーミルの交渉をフリードリヒにせい、左から2番目の人物アルカーミル、中央の人物1222年にエルサレム王ドブリエンヌの一行がシチリア王国のブリンディジに上陸する。フリードリヒはブリエンヌのもとに使節団を派遣し、彼と共にローマに向かった。ローマでは東方のイスラム教徒への対策が議論され、議論の中でフリードリヒとブリエンヌの娘、 ヨランドの結婚、結婚後2年以内に、フリードリヒが十字軍に参加する取り決めが交わされる。1225年11月9日にフリードリヒは、成人したヨランドと再婚し、同時に、ブリエンヌに、エルサレム王位とヨランドが有する権利を譲渡させた。1227年に、ホノリウス三世が没した時にも、フリードリヒの遠征は未まだ実行に移されておらず、 教皇グレゴリウス九世は波紋をちらつかせ、1228年にフリードリヒは4万の軍を率いてエルサレムに向かう。道中で軍内に薬病が流行り、フリードリヒ自身も病にかかったために聖地の土を踏まずに帰国した。この時にフリードリヒはサレルノ大学の衛生学に触れ、中世ヨーロッパでは稀な毎日入浴する衛生観を身につけた。しかし、 フレゴリウス九世は、教会権力への脅威となっていた、シチリアの力を抑えるため、ケビオと判断して、フリードリヒを破門する。フリードリヒは、破門が解除されないまま、第6回十字軍を起こして再びエルサレムに向かい、道中で、キプロス王国の清掃に介入した。教皇庁は破門されたフリードリヒが率いる十字軍に、批判的であり。 現地の将兵はフリードリヒへの協力を拒否した。一方、エルサレムを統治するアイユー部長のスルターン、アル・カウミルはアラビア語を介してイスラム文化に深い関心を抱く、これまでに聖地を侵略したフランク人たちとは大きく異なるフリードリヒに興味を抱いた。フリードリヒとアル・カウミルは書簡のやりとりによって互いの学識を交換し合い、 エルサレム返還の交渉も進められた。フリードリヒワチを流すこともなく、1229年2月11日にアルカーミルとの間にヤッファ条約を締結し、10年間の期限付きでキリスト教徒にエルサレムが返還された。両方の勢力は宗教的寛容を約束し、また以下の条件が課せられた。しかし、現地の騎士修道会の中で、 エルサレムの返還を喜んだのは、中東騎士団だけであり、西ヨハネ騎士団とテンプル騎士団は不快感を示した。エルサレムに入場したフリードリヒは、エルサレム王としての体感を望むが、彼に同行した司祭たちは破門されたフリードリヒへの体感を拒み、1229年3月18日に、聖墳墓協会でフリードリヒは、自らの手で体感した。 現地の冷淡な反応を嘆いたフリードリヒワートを中東騎士団に任せてシチリアに帰国する。帰国に際してアッコに移動したフリードリヒは数日にわたって敵対するテンプル騎士団の本部を包囲した。5月1日にフリードリヒは包囲を解いて密かに帰国し、アッコの住民の一部がフリードリヒの一行に罵声を浴びせた。エッチェリーノ・ダ・ロマーノ。後に、 フリードリヒの女性となる。15世紀に描かれた絵画。左、フリードリヒ2世右、身を投げるハインリヒ7世、フリードリヒのイタリア統治、フリードリヒの遠征中、グレゴリウス9世は北、イタリア諸都市をそそのかして、南イタリアを攻撃した。帰国したフリードリヒは都市を占領していた強硬派の軍隊を撃退し、グレゴリウスを威嚇しつつ、和議を提案した。 1230年に、中東騎士団の仲介と皇帝側の情報の結果、サンジェルマノの和訳が成立し、フリードリヒの波門が解除された。講和では同時に、ベローナの領主エッチェリーノ・ダロマーノの波門の解除、講安ントがエータのローマ帝国への編入が認められ、教皇側には屈辱的な結果に終わる。1231年のメルフィの会議で、フリードリヒは、 かつての皇帝たちが施行した法令をもとに編纂した皇帝の書を発布する。上記以外に18世紀の啓蒙思想を先取りしたとも言われる規定が存在した。皇帝の書の発布によってシチリアには絶対主義的な体制が成立し、フリードリヒはかつてのローマ帝国の権威と伝統を復興させる意書をあらわにした。また、制定した法令を国民に周知させるため、 コロックイアという会合が各地で開かれた。同1231年には北イタリア都市へのポデストの任命によって、北イタリアの都市にも支配を行き渡らせることを試みた。1232年に開催されたフリウリの諸公会議の後、北イタリアの都市ベローナが帝国に基準し、領主エッチェリーノは北イタリアの皇帝派の中心人物となる。また、 他の北イタリアの自治都市のうちピサ、シエナ、クレモナ、モデナもフリードリヒを支持したローマ王、ハインリヒ官僚制度の発達が進められていたシチリア王国とは異なり、ローマ帝国は諸公の分断統治に委ねられており、国王が直接支配する地域は限定されていた。特にアルプスイ北はイタリアの属州とも言える状態にあり、フリードリヒの息子ハインリヒは ローマ王の地位にありながらも事実上は、父のドイツ総督でしかなかった。ハインリヒは、積極的に王権を強化する方策を取り、正解諸公が領有する都市の自治運動を支援し、彼らの領地経営に介入した。ハインリヒに反発する諸公は1231年に、ボルムスでの諸公の利益のための協定を結ばせるに至り、諸公が持つ、 事実上の既得特権を皇帝に追認させた。諸皇は協定の巡行を掲げたが、王としての統治を望むハインリヒは、諸皇の先王と皇帝、フリードリヒの政策に不満を抱いた。一方で帝国からの圧力を有料するグレゴリウスは、ロンバルディア同盟の再結成を指導し、ハインリヒに反乱をそそのかした。 息子の死グレゴリウス九世の誘いに乗ったハインリヒは1234年にロンバルニア同盟と結託して反乱を起こす。しかし、ローマをハインリヒに味方する諸侯はほとんどおらず、皇帝フリードリヒがわずかな手勢でアルプスを越えようとしただけでハインリヒの敷いた防衛線は和解した。1235年7月にハインリヒは降伏、王位と継承権を剥奪され、 盲目にされた上で、プーリアの城に遊兵された。1242年2月にハインリヒは別の城に、護送される道中で、谷底に身を投げて自殺した。結局ハインリヒは、後の時代でも正当な王とみなされず、国王としては、ハインリヒと格好がきされる。コルテノーバの、 戦いパルマの敗戦カテドラル内のフリードリヒ2世の筆2235年7月のボルムスの集会ではハインリヒの敗位と共にフリードリヒとイングランド王女イザベラとの結婚が取り行われた集会の後にフリードリヒはマインズに向かい13世紀で最大規模の集会を開催するこの集会ではホーエンシュタウフェンケとベルフェンケの和解ラント平和令の発布 1236年春のロンバルディア同盟への遠征が決定された。ハインリヒの反乱が鎮圧されると、ロンバルディア同盟の都市は放棄し、フリードリヒの軍はイタリアに攻め込んだ。1237年11月27日のコロテノーバの戦いで、フリードリヒはロンバルディア同盟軍に勝利する。しかし、戦後の講和は難航し、 同盟の中心都市であるミラノを屈服させることはできなかった。フリードリヒは講和を拒んだブレシアの包囲に失敗し、またベネツィアとジェノバが強硬側に加わる。1237年2月のウィーンの集会でフリードリヒは自主のコンラートをローマ王につけた。1239年にグレゴリウス九世はフリードリヒが 諸子炎祖に与えたサルデーニャ王位を剥奪し、一度は取り消した波紋を再び言った。皇帝と教皇の争いは、イタリアの都市間の構想を、都市内部の派閥にも波及し、皇帝派と教皇派に分かれて争った。教皇派はフリードリヒをアンチキリストと呼び、フリードリヒは福音にかなった製品を解いて、教皇派に対抗した。フリードリヒは、教皇が開く。 公会議に参加する者は、敵とみなすと脅しをかけて対抗し、公会議に向かう聖職者を捉えて投獄した。1241年にグレゴリウスは没しグレゴリウスの次に即位したケレスティヌス4世は、在位17日で没した。ケレスティヌス没後のコンクラーベでは、選挙に参加する数奇教のうち二人がフリードリヒに捉えられ、新教皇の選出は1年半後にまで伸びた。 この間フリードリヒはローマへの進軍を行わず体制を立て直した教皇庁は1243年にインノケンティウス4世を新教皇に選出したフランスをルイ9世の仲介でフリードリヒとインノケンティウスの交渉が始まり1244年にフリードリヒが捕らえた聖職者が釈放されるしかしロンバルディア同盟は講和に反対し インノケンティウスの出身地であるジェノバも和平を拒んだために交渉は難航した。インノケンティウスは密かにリヨンに逃れ、1245年6月26日のリヨン公会議でフリードリヒのハイと彼の封建家臣の主従関係の解除を宣言した。インノケンティウス4世はフリードリヒに対する十字軍を呼びかけ帝国の各地で反乱が勃発した。しかし、 教皇権の身長を恐れる多くの王と君主は、波紋に批判的であり、類旧姓もフリードリヒに同情を示していた。波紋の宣告に対し、フリードリヒは、世界の鉄槌として抗戦する意志を、圏話にする。フリードリヒは直属のイスラム教徒の兵士を率いて、イタリア各地を転戦し、また帝国では聖界諸侯によって、中林原砲白。 ハイン・リヒラ・スペがコンダートに対立するローマ王に選出された。1246年の復活祭の前日、強硬派によるフリードリヒとエンツォの暗殺計画が発覚する。さらに、パルマシス政官ティバルト、フランチェスコ、トスカーナの前失政官パンドルフォ・ファサネッタラ,ラ、側近たちも計画に加担していた。彼らが陰謀に加わった理由は明らかではないが、 フリードリヒが帝国の養殖を身内で固めたために身体に不安を覚えたためだと言われている。逮捕された、無本人たちは目をつぶされ、残忍な身体系を与えられて、命を絶たれた。1247年に、ハイン・リヒラスペが没した後、コラント・ハク・ウィレム2世が強行党によって、ローマ王・ビルヘルムとして、対立王に選出されたが、ビルヘルムよは、 退官式の後に領地に帰国し、しばらくの間ローマ王としての活動は行わなかった。ハインリヒラスペガボした後、フリードリヒは強硬派との和解のため、リオンのインノケンティウスの元に向かおうとした。しかし、フリードリヒの計画が実現する前に、パルマが強硬派によって陥落したため、リオンの訪問を諦めなければならなかった。 強行派の勢力下に置かれたパルマにはフリードリヒに対立する人間が多く集まり、またパルマの陥落をきっかけにイタリア全土でフリードリヒに対する反乱が起きる。1248年に強行の波紋はフリードリヒの一族全員に及ぶ。フリードリヒはパルマを兵糧攻めにするため、包囲にあたって町の近くにビットリアと名付けた町を建設し、 パルマへの通行を妨害した。1248年2月18日の早朝、フリードリヒが友を連れて、高狩りに出かけた隙をついて、パルマ市民がビットリアを奇襲、町は陥落資材貨や兵器が略奪された。狩料中に、町の陥落を知ったフリードリヒは、一旦クレモナに退却、軍を編成して2月22日に、パルマを再包囲するが攻略に失敗した。 この戦いについて、同時代の年代記の著者、サリンベーネは、パルマの敗戦が、フリードリヒの破滅の原因となったと記した。強硬派は、パルマの勝利に勢いづき、ロマーニャ地方の都市やラベンナが強硬派に転じた。1249年には、皇帝の諸編纂事業の中心人物でもある最初、ピエロ・デレ・ビーニへの反乱と、ジーによる暗殺計画が発覚する。 さらに将来を期待されていた子エンツォがボローニャ軍に敗れ、ボローニャ内の党に監禁される不測の事件が起きる。エンツォ釈放のためにボローニャに大幅な譲渡を提案するが、交渉は失敗に終わった。しかし、この年に北イタリア情勢は好転し、パルマもエンツォの公認であるオベルト・パル・ダビチーニによって陥落した。強行インノケンティウス4世は、 資金の欠乏とフリードリヒとの講和を拒むことに、苛立つ類旧世からの圧力によって方針の転換を迫られていた。1250年、この年にフリードリヒが出陣することはなかった。8月に帝国のコンラートが対立王ビルヘルムに勝利し、強硬派の支持者を味方につけた吉報が届けられる。同年の晩秋、ルチェーラ近郊で高狩りを楽しんでいたフリードリヒは、 突如激しい腹痛に襲われた。幼馴染みであるパレルモ大司教ベラルドから周遊の秘籍を受け、12月13日に諸子マンフレーディと重臣たちに見取られ、カステル・フィオレンティーノで防止した。防腐処理された遺体はカイロでターラントからパレルモまで運ばれ、彼の遺言に従ってカテドラールに埋葬された。遺言にはコンラートが定位とシチリア王位を相続し、コンラートが 不在の場合は、マンフレー・リが代理人として、定位と王位を保持するよう記されていた。フリードリヒの死について、インノケンテウス4世は、天地が喜ぶと書き記し、追い詰められていた、強硬派は、彼の死に安堵した。また、強硬派の年代記作家、サリンベーネは、彼ほどの君主は世界にいなかっただろうと記し、イングランドの年代記作家マシュー・パリスは、偉人。 世界の脅威、驚くべき変革者が没したと記録している。没後、フリードリヒの死を信じようとしない者は多く、不死伝説も生まれた。フリードリヒは、死んでおらず、エトナ火山に身を隠している。あるいは、ハルツ山中のホラー穴で眠りについていると噂された。1284年には、ケルンに、フリードリヒ二世を名乗る人物が現れ、一時期独自の宮廷を開いていた。 1213年、フリードリヒは、帝国北部の諸公の支持を取り付けるために発布した、映画直令で先帝公の権利を認め、領内の司教、大衆動員長の選挙に、ローマ王は干渉しないことを約束した。ローマ王即位後は、王位争いによって弱体化した王権を、回復するために、霊園の取得、断絶した貴族家系の所領の相続、分配への介入を行った。 しかし、女人圏闘争時代以来形成されてきた諸公の権利を削ることは不可能であり、また息子ハインリヒナラ世紀のローマ王即位には諸公の協力が必要であることは周知していた。そのため、ローマ帝国のアルプスイ北においては強権的な政策は取らずに諸公との協調を図った。ついで、ハインリヒのローマ王即位に際して、フリードリヒは 諸公の中で多数を占める、紹介諸公への対策を打ち出す。1220年4月26日、帝国の政界諸公に領域支配の権限を認める特許状を発行した。1231年に、ハインリヒが受諾した諸公の利益のための協定は、翌1232年5月に、若干の修正を加えられた上で、フリードリヒの承認を受けた。 諸公の利益のための協定によって正界諸公が有していた特権が世俗諸公にも与えられ、この協定は後世のドイツに乱立する両方国家の成立につながった。フリードリヒの没時諸公はすでに領地における主権を築いていた。また、特許上は、世俗の諸公以外に、中遁騎士団にも与えられた。1226年のリミニの禁印直所によって、 ュートン騎士団にクルムと隣接する地域、プロイセンの征服と支配が認められた。1233年のクルム特権上によって騎士団の権利が保管され、1234年にはグレゴリウス9世も騎士団に特権を授与した。フリードリヒはュートン騎士団を信頼のおける一勢力に構築し、騎士団の総長を務めたヘルマン・フォン・ザルツァは彼の副審として、 助言を与えたフリードリヒが帝国に到着した当時微弱な勢力だった騎士団は年代記に帝国はもはや騎士団の団員の助言によって動いていると書かれる一大勢力に成長する法的な権利を認められた騎士団は先住民と戦いながら東方への植民を行い騎士大国家の建設を進めていったフリードリヒ二世を刻んだ アウグストススンカ、オートビル町時代から地中海交易の用地であったシチリア島を領有するフリードリヒ2世は南イタリアでは積極的な経済政策を打ち出し、貨幣収入を軍事と施策に充当した。南イタリアの収入源は、自治を制限した南イタリア諸都市からの徴税と、ジェノバ、ベネツィア、ピソなどの北イタリアの貿易都市の商人からの融資だった。 年ごとに徴収される直接税、新たに制定された間接税が国庫に収入をもたらした。他方、北イタリア貿易都市がシチリアの港で有していた特権を廃して国家貿易に着手し、オートビル朝以前の王権や東ローマ帝国の類似の制度をもとに産業の独占を行い収入の増加を図った。また、フリードリヒは、 シチリア統治の初期時代から収入を商人からの借金の返済に当てており、地政末期には財政の大部分を商人からの借金に依存する構図が完成していたと考えられている。しかし、国庫収入の増大を目指したフリードリヒの政策は長期的な経済発展には直結せず、農業の疲弊と都市経済の停滞をもたらした側面もある。都市工業の衰退と 北イタリア商人の台頭の結果、南イタリアに北中部イタリアから製品を輸入し、食料と原材料を輸出する経済構造が確立された。フリードリヒ2世は、帝身たちを率いて、各地の城と修道院を点々と移動していた。移動する宮廷は、イスラム教徒の兵士に先導され、貴重品と品格を乗せたラクダの輸送隊がこれに続き、 その後、フリードリヒと定身が移動していた。この時のフリードリヒは、カルードのような服装をし、黒毛のシュンバに乗って移動していたと伝えられる。そして、フリードリヒたちの後には、従者、楽団、ルチェーラで養成された踊り子、施設動物園の檻が続いていた。ルチェーラの踊り子たちは、強硬派からの避難の対象となり、強硬派は、彼女たちを指して、ハレムと呼んだ。 イスラーム世界の大衆のような生活を送ったことから、同時大臣は、フリードリヒ2世を、宣令を受けた、スルタンとも称した。19世紀に描かれた、パレルモのフリードリヒ2世の宮廷であるテベナンディカム、アババスの差絵フリードリヒ2世は、信仰に対して寛容な態度をとり、東方正教、イスラム教、ユダヤ教は一定の制限を受けながらも信仰が、容認されていた。 ただし、宗教紛争の一員となりうる遺体に対しては、荒烈な迫害を行っていた。フリードリヒは未知の自称と学習に限りない意欲を有していた。エルサレムからシチリアに移住したユダヤ人をパレルモの宮廷で雇い、彼らをギリシア語とアラビア語の書籍の翻訳に従事させた。ユダヤ人以外に、プロバンス、イングランド、イタリア、イスラームの知識人が宮廷に招かれ、 宮廷は13世紀ヨーロッパの文化サロンとして発展する。フリードリヒの宮廷に集まった文化人としては、先生術師のマイケル・スコット、数学者のレオナルド・フィボナッチらが挙げられる。1224年に設立したナポリ大学は、世界最古の国立大学の一つであり、現在は、フリードリヒ二世紀の名前を冠して、ニーバーシター・デッリスト・ディ・ディ・ナポリ・フェデリコツーと呼ばれている。 ナポリ大学は数世紀にわたって南イタリアの学術の中心地として機能し、トマス・アクイナスらの知識人を輩出した。フリードリヒは理事によって説明できない事象を一切信じようとせず、そのために同時大臣の中には彼を嫌をする者もいた。フリードリヒのもとでは、神明裁判は禁止され、また彼が発布した法令の多くは現代にも影響を及ぼしている。 彼が発布した法令の多くは、現代にも影響を及ぼしている。法令の一つに、役に立たない薬を売りつけようとしていい加減な、診断をする医師に対して、医師が薬剤師を兼ねることを禁止した法令がある。この法令によって、医薬分業という制度が生まれ、医薬分業は現在でも欧米諸国では広く、一般的な制度となっている。フリードリヒは高刈りを趣味とし、 高狩りを主題とした最初の書籍である、デアルテベ・ナンディ・カム・ア・ババスを表した。1245年のリオン公会議で波紋を受けた、後もたびたび高狩りに出かけ、本の執筆を続けていた。デアルテベ・ナンディ・カム・ア・ババスは、モンゴル帝国のバトゥの宮廷にも献上され、バトゥはフリードリヒが高の性質を深く理解していることを称賛し、良い高城になるだろうと述べた。 パレルモの宮廷では50人の鷹匠が雇われ、当時の書簡にはフリードリヒが、リューベックやグリーンランドの白ヤブサを求めたことが、記されている。であるてベナンディカム・アババスの現存する番のうち一つは、後の時代になって、より優れた鷹匠であるフリードリヒの書士、マンフレーディによって改訂されたものである。フリードリヒは、異国の動物を愛しており、 彼の宮廷は動物を伴って移動していた。動物園で飼われていた動物には、猟犬、キリン、チーター、山猫、ヒョウ、外国の鳥、ゾウが含まれていた。さらにフリードリヒは人体実験を多く言っており、フリードリヒを敵視する僧侶、サリンベーネが表した年代記には彼が行った実験が記録されている。その一例として、 教育を受けていない子供が最初に話す言語を知るため、乳母と看護師に授乳している赤子に向かって何も話さないように命じた実験がある。しかし、育ての親から愛情を与えられなかった赤子たちは、すべて死に、フリードリヒの苦労は無駄になった。また、食事をしたばかりの人間や狩りを死に行った人間を解剖させ、消化の機能について調べた記録も残る。フリードリヒは、 優れた詩人であり、同時に文芸の保護にも熱心だった。ミンネゼンガーにして、政治史の名手バルター・ホンデア・ホーゲルバイでは、フリードリヒから念願の最地をもらった喜びを、私は最地を持っている。世の人々よ私は最地を賜った。今はもう足指に、下焼けの心配もない、と歌っている。最初の妻、コスタンツァからの影響、アルビジョア十字軍後に、 パレルモに逃れた南フランスの吟遊詩人たちによって、宮廷にプロバンス詩の作風がもたらされた。アラビア詩の影響を受けて、工合を用いた詩文が多く作られ、ラテン語やフランス語混ざりの隠遊、工合を用いたアラビア風の詩が流行した。パレルモの宮廷は初めてイタリア文学が生み出された場所ともいえ、フリードリヒはイタリア文学の創始者の一人に数えられる。 後世、詩人、ダンテ・アリギエールと、彼の友人はフリードリヒが設立した学校と、フリードリヒの詩文を称賛し、フリードリヒの宮廷では、新曲の完成よりもおよそ一世紀早くに、トスカーナ方言が試作に使用されていた。カステル・デル・モンテ・フリードリヒの興味は天文にも向けられ、宮廷には、マイケル・スコット、グイド・ボナッティラ先生術師と天文学者が、集まっていた。また、 彼はしばしばヨーロッパ内外の学者に数学、物理学の疑問点について質問した書簡を送っていた。パレルモの宮廷ではローマ帝国時代の伝統の復興、ルネサンスより200年早い古典古代復興の運動が起き、建築物にもその影響が反映された。1240年に資料の拠点として建設されたカステルデル・モンテはゴシック建設の中で遺災を放つ。 古典建築を思わせる姿をしている。出産当時コスタンツァは40歳を超えており、かつ遺産だったために、彼女の解任には疑惑が持たれ、フリードリヒの出生の疑惑を払拭するために、公開出産が行われた。夫4世のおいであるベルフェン家の当主、リューネブルクの夫がフリードリヒに服属。夫の領地であるリューネブルクと王領のブラウンシュバイクを合わせた。 大綱領が作られ、オットーに授与された。1223年以後に、南イタリアで直接税が導入。導入当初は、毎年の徴税は行われていなかった日本語では、ラテン語代を直訳した、鳥類を用いた、資料術について、もしくは医薬の、高刈りの書などと訳される。ありがとうございます。